だいぶね、晩秋に近づいて寒くなってきましたよ、本当に。ねえ、朝がね、もう冬並みに寒い。冬並みにね。冬並みさん、元気ですか？冬並みさん。冬並みさんって誰ですか？いや、それは知らないですよ。カニさんはいますね。冬並みさんはいませんけど、カニさんはいますね。オキアミさんがね、夕方の、今来てる場所は、干潮だったんで、干潮だとね、もうちょっと沖合の方まで出て、探ることできるんですけど、ちょっとね、もう今満潮になっちゃってるんで、巻貝取っちゃった。巻貝もいるんだ。タネシみたいな巻貝がいた。沖アミさん、沖アミさん、取れちゃって。うわ、何これ。シラスが、シラスがいっぱい。見てこれ。うわぁ。この白銀の糸がいっぱい取れてるよ。これがね、網ですよ、網。これね、今までずっとね、やりたい思ってね、やっとできた。わかる？これ。オキアミさんですよ。天然の。早速ちょっと、天然物、すすってみましょうか。ピカピン、ピカチュウ。これご飯にかけたら間違いなくうまい。うん。これ最高やわ。見てこれ。わかる？これ。ああ、眩しすぎてちょっとわか、見てこれ。オキアミさんがいっぱい。うわぁ、ちょっとライトが強すぎて逆にね。うわぁ。うん。デリシャス。はい、持って帰ってきました。オキアミさん。めっちゃ元気です。みんなめっちゃ元気よ。これだけ見てるとね、なんかちょっと、水槽に入れて飼っちゃいたいんだけど。飼ってもすぐ死んじゃいそうだから、今日はね、こやつらを全員食べてやろうかなって思います。でね、結構ね、今、なんかお化けエビにも見えるね。うん。めちゃめちゃ足動いてる。わかる？これ。これがオキアミですよ。これね、小学生の自由研究にも使えると思うよ。うん。目がね、左右対称にあって、体はね、もうね、ほぼ透明。どこに内臓あるんですかって、思いますよね。オキアミさんもね、プランクトンの部類に入る。けど、もう、エビの仲間だよね。実際は、ほぼ。ねえ、エビにも分類されないかわいそうなオキアミさんたち。もうね、跳ねてから、もう元気を過ぎて跳ねてね、勝手に壁についちゃうんですよ。ほら。オキアミさんがいっぱいいますよ。ちょっと。お家でもちょっとインプレッション。わあ、元気いいねー。わ、水がまた新鮮だからもうね、すっごい水が冷たい。じゃ、逃げるんだよ。もう逃げんじゃねえよ、ほら。おおほほほほほ。ほらほらほら。ほらほら。ぶち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 。うん。デリシャス。うん。これ、うめえ！久々のこれ、うめえ出ました。うわ。すごいね。オキアミさん、ほんとオキアミさんすごい。オキアミさんってほんと優秀だね。さて、今からちょっと調理タイムに入るわよ。オキアミさん。オキアミさんを網でこします。うわぁ。こうやって見ると、美しい。
しいですね。わかりますか、キアミさんが結構入ってますね。これでもこれにすると完全もう踊り食いですね。あの丼にしようと思ったんですけど、ちょっと量が足りないですね。あのもう今日はね、これ踊り食いでいこうと思います。はさはさはさ、下手者はさ。うわぁ、これがシラウオのつゆ漬けでございます。それではいただきます。いただきます。ピカピピカチュウ。これね、まだ食べてないよ、まだ。うん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 。くー、あの、シラウオの踊り食いをしたことある人ならわかると思うんですけど、食感はシラウオにちょっとあのエビの殻をね食べているような感じ。けど全然肉感は十分にありますね。これが食事の中の方、ごめんなさい。エビね、エビじゃない、オキアミね、美味しいよ。オキアミの踊り食いをぜひ、このハサ動画をね見てる小学生のか中学生か分かんないけど、高校生でもいいや、オキアミの踊り食いやってみて。うまいから。オキアミをね風呂にいっぱい入れてから、オキアミと一緒に風呂入ってみてよ。変な感覚だろうから、変な感覚。ちょっと今回はもう久々すぎるから、これで勘弁してよ。じゃあね、はさ。